はい、ではテキストコーパスを用いた漢字詳細読みの自動生成と題しに、の論文について、角張流星が説明させていただきます。まず概要なんですけれども、スクリーンリーダーの漢字詳細読みで、音声による説明だけでは、ユーザーに、漢字を正しく連想、想起させることができないので、正しく想起してさせるために、どのような工夫が必要か、でその提案方法を述べていました。具体的には、で多くの漢字には同音異義語というものがありまして、同音異字、ここで言う、購入というか、という漢字は、こちらの購入という漢字しかないため、購入の項といえば、この購入の項のこの漢字が連想、想起することができるんですが、購買の項といっても、他に、購買の漢字が、このようなものもあるため、この漢字が、想起しづらいといったように、同音異字の情報を、情報と、あと、単語の親密度を考慮することによって、漢字の詳細読みの自動生成を、より正しく想起させることができるんじゃないかという提案でした。分かったことは、この提案によって、この提案にインタラクティブな要素を加えることによって、生成される漢字の詳細読みをの長さを、既存のスクリーンリーダーと、同程度に抑えることができるということと、あと自動生成された漢字詳細読みの性能が、既存のものよりも高いということがありました。はじめに、日本語は、ひらがな、カタカナ、漢字の3種類ありまして、ひらがなとカタカナは1つの音に、1つの文字なんですが、漢字は先ほど述べた、同音異字が存在して、漢字を読みだけで、説明しようとしても、曖昧性がどうしても存在してしまう。そのために、漢字を、その説明したい漢字の、音読み、訓読み、あとはその、漢字が使われている、その構成の特徴であったりを用いて、説明することによって、その曖昧性を解消しようということがありました。この手法では、大規模テキストコーパスを用いて、漢字の詳細読みの、自動生成方法を提案していました。主に、語の、親密度と、同音異字の、出現数に関する情報を用いて、自動生成を行っています。具体的にこの手法を用いて、自動音声案内を伴う、チケットの予約システムであったり、そういう、インタラクティブな、その購入の場面で、自動生成、漢字の詳細読みを自動生成していて、その分かった時点で、ユーザーが答える、分からなかったらさらに情報をもらうといったように、インタラクティブな要素を入れて、そのような、インタラクティブなことをするためには、漢字の、想起をするために、重要な情報を、早めに出力して、ユーザーに、そのユーザーの、答えによって、その必要な情報をさらに加えるか、それともこのまま、分かったということで、そのまま次の段階へ行くといったように、そうすることによって、説明するための文字というものを短くすることができます。従来の、漢字詳細読みの分類はこの3つに分けられるのですが、タイプ1は、こちらのように、購買の項の項であったり、評価の価、この対象の漢字を含む、その単語とその読みのように、このように説明していたり、タイプ2では、その対象の漢字そのものの、具体的な読み、この桜であったり、再びといったことから、こちらの漢字が、連想できる。タイプ3としては、対象の漢字の特徴、この川で言えば、さんずいがついている川であったり、1は、漢数字の1といったように、この3つに分けることができます。本論文では、統計情報を利用することにより、想起率が高い、
まあ、漢字詳細読みを生成することが可能である、まあ、タイプ1で、まあ、試みています。で、まあ、従来の、まあ、問題点としては、まあ、こちらの3つが挙げられまして、まあまあ、高い、まあ、早期率を出せないということは、まあ、一つの要因に、まあ、千代紙の世というように、まあ、まずこの千代、まあ例に挙げられている、まあ、千代紙という言葉自体の、まあ、認知度が低くて、まあ、その千代紙という漢字自体がまず連想できない、まあ、想起できないという問題であったり、まあ、勾配の勾といっても、まあ、この勾配という漢字が2つあったりすることによって、まあ、どちらの漢字の、まあ、勾の字を指しているのかわからないという、まあ、同音異字の問題であったり、あとはこちらの、まあ、ルリとかなどに使われている、まあ、ルという漢字なんですが、まあ、こちらのようにもともと難しくて、まあ、頭に思い浮かびにくい漢字といった、まあ、こちらの3つの問題に分けることができます。まあ、こちらの要因の1と2に関しましては、まあ、漢字詳細を見て適切な、まあ、語、まあ、単語を用いることによって、まあ、対応できると考えられますが、まあ、要因3に関してはもともと知らない単語であったり、もともと日常使わないので、まあ、その思い浮かびにくい単語であることが考えられるので、まあ、その漢字、まあ、どのような漢字を使うことに使うかという、まあ、その問題定義、その、まあ、提案方法にはまあ適していないので、まあ、こちらの論文ではこの、まあ、要因と1と2に着目してまあ解決しようというふうにしています。漢字詳細読みの自動生成の流れとしましては、まあ、2段階で構成されておりまして、まあ、1段階目に、まあ、対象の漢字を含む単語と、まあ、その読み、まあ、先ほどの、まあ、タイプ1の方法で、提示して、まあ、その上で、まあ、ユーザーが、まあ、その漢字をその、まあ、自動生成のまあ、漢字詳細読みを聞いて、まあ、それを想起できるか、まあ、できないってなった場合には、まあ、段階に移行して、まあ、さらにその別の単語を用いた、まあ、対象の漢字を含む、まあ、その単語とその読みを提示して、まあ、その、まあ、段階2ではその分かった時点で、まあ、次の場所へ、まあ、分かったと言って、まあ、それ以上の、まあ、読みを、まあ、得ない読みすることによって、まあ、より少ない情報で、まあ、想起しやすくするというふうにしています。まあ、具体的な流れには、まあ、こういうふうになっておりまして、まあ、入力1の、まあ、勾配の項で言えば、まあ、第1段階で、まあまあ、まずより少ない、まあまあ、より高いその、まあ、親密度、まあ対象となっている、まあ使っているコーパスの中で、まあ、より出てくるというものを、まあ、親密度高いと定義しておりまして、まあ、そのよりでたくさん出てきて、まあ、さらに、まあ、その購入の項、まあ、購入という言葉の単語が、まあ、同音維持がより少ない、まあ、この2つの項目で、まあ、選び出された言葉が出てきて、まあ、このように購入の項と出てきて、まあ、購入の項、まあ、購入という言葉は一つしかないので、まあ、ユーザーは分かる。ですが、まあ、こちらの入力の「か」のように、まあ、どうしても同じ、まあ、同音維持があったり、まあ、親密度は高くても、まあ、同音維持があることによって、まあ、このように「まあ、科学の科」といっても「まあ、科」が2つある、まあ科学という単語が2つあるので、まあ、どちらの「科」か分からないといったことで段階2へ行きます。ここでも先ほど第1段階と同じように処理を行うのですが、まあ、この科学の科という情報プラスこちらのまあ学科の科であったり、まあ、そのまあ学科の科という情報があります。まあ、この2つの情報を通してまあユーザーが分かるか、まあ、想起することができるかということを、まあ、この2つの情報を合わせることによってまあ1つの単語を、まあ、一つの漢字を、まあ、特定するという流れになっています。まあ、具体的には、まあ、コーパス
の中からまあ2文字以上のまあその対象の漢字を含むまあ単語をまあ抽出して、まあその際にまあ高校のようにまあ複数のまあ先ほどのまあ学科と学科であったり、まあその2つのまあ同音維持があるものだったりをまあ削除することによって、先ほどの、分かりにくい、段階2に進みにくいように工夫をしています。ここで、この丸1で抽出された、単語に対して、スコアを、この丸1の式によって求めるんですが、具体的には、こちらを見ていてください。先ほどのスコアによって、計算された、より高い方が親密度が高くて、より同音異義語が少ないということになりますので、高いスコアとなる単語を用いて、その漢字詳細読みを生成します。で、先ほどの式のアルファという値があるんですが、それが1より大きいと、親密度の度合いをより重視していて、1より小さいと同音異義語の小ささを少なさを、より重視しているということを表しています。で、第一段階では同音異義語同音維持を完全に削除できずに、どうしても同音維持がこのように、かのように、どうしても出てしまう。科学で言えば、科学という違う単語があり、教科で言えば、違う教科という漢字があって、このように、どうしても他の漢字と被ってしまう場合があるので、その段階には、その場合には段階に進むことによって、より第一段階と第二段階を合わせることによって、情報量を増やすことによって、より特定しやすくしています。段階二の流れも基本的には第一段階とほぼ同じなんですが、丸2の段階が違いまして、スコアを計算する際に、その第1段階の結果と第2段階の結果を、どのような組み合わせがあるか、学科で、先ほどの学科、科学と、この単科という言葉で言えば、この科学と、一番左の単科の科で言えば、どちらも共通するのが、この科なので分かるのですが、科学の科で言えば化学の科と、単科の科で言えばまたその同じ科が両方に共通して出てきてしまい、特定することができないので、このようなことを避けるために、こちらの第二段階での、スコアの計算の際には用いて、よりその曖昧性の少なさを、曖昧性がないように計算をしています。その計算結果の、より、スコアが高いその単語の、第一段階の単語と第二段階の単語を、読み、漢字の詳細読みとして出力しています。先ほど述べたことがこちらに書いてあります。実験にはこちらの3つのコーパスを使い、この上2つに関しましては、メカボを用いて単語分割した結果を提案手法では用いています。で、比較対象として、既存のスクリーンリーダーとしてこちらの PC トーカー XP を用いています。で、実験で、漢字読み詳細の性能というものに、焦点を当てるために、Google コーパス中に現れる、進出頻度が高い、上位2000語をの漢字を、その漢字詳細読みの評価の対象として選び出して、このように2000語抽出するその理由としましては、正しくその、
漢字詳細読みができないその原因である、まあもともと人間が認識しづらい難しい漢字というものが原因で、まあその人間が自体が想起できないということをなるべく少なくするために、まあ2000語というまあより使われる単語で、まあ他の人が想起できるかということを、まあよりそのまあ漢字詳細読みの性能というものに着目するために2000語に注目しています。またこの2000語は全体の出現する漢字の中の 99% 以上を占めているため、まあ実用上まあ2000語に絞ってまあ評価することによっても、まあ実用上ほとんど問題がないとされています。ここでまあ先ほど示した3つのコーパスのどれをまあ定範手法に使うことによって、まあより高い性能を得ることができるかという実験を行っています。まあ、定範手法は、まあ、タイプ1のように、まあ、その対象の漢字が含まれている単語とその読みを出力することによって、まあまあ、その人が想起できるかという形になっておりまして、そのもを出力します。まあ、それらを、まあ、その先ほどの、まあ、既存のスクリーンリーダーの、まあ、PC 東海 XP とまあ、比較することによって、まあ、どれのコーパスを用いたらその定範手法がより高い性能を出すことができるかというものを計算しています。まあ、この評価には、まあ、タイプ1定範手法がタイプ1で出力するので、まあ、PC 東海 XP が、まあ、タイプ1の出力をする、まあ615この単語からの漢字から100個抽出して評価しています。評価の方法としては、漢字詳細読みを紙に印字して無作為に混ぜて8人に評価してもらうという形になっています。各漢字に対して3つのコーパスのそれぞれの定案手法の結果と、あとは既存のリーダーの提案手法の4つがあるので、まあ、その4つのパターンがある中で、まず8人いるので、まあ、1つの、コーパスの結果に2人が担当して、まあ、結果を評価するというふうになっています。まあ、結果の判断基準としては、まあ、その漢字詳細読みの結果を聞いて、まあ、想起することができて、さらにそれが、まあ、答えと合っていた、まあ、想起したけども違う漢字であった、もう元々、まあ、それを聞いても、まあ、見ても、まあ、想起することができなかったの3段階で評価しています。まあ、想起率は、まあ、こちらの式で、まあ、計算されていて、まあ、それぞれの数で、まあ、想起して正解できた数に今をパーセンテージにしたものです。まあ、その結果がまあこちらになっているのですが、まあ、提案手法の3つのまあコーパスを用いたやつと、まあ、これが既存のリーダーのになっていて、まあ、の結果からまあ既存のリーダーとまあ BCCWJ のコーパスを用いたものがまあ最も良い想起率を達成していることが分かります。まあ、この結果から、まあ、提案手法では、まあ、BCCWJ を用いることにしています。次に提案手法と、まあ、スクリーンリーダーの、まあ、比較を行っていきます。まあ、先ほど述べましたが、まあ、BCCWJ が最も、まあ、性能が良かったため、まあ、そのコーパスを使って、まあ、提案手法ではタイプ1のみを出力します。まあ、ここで比較する対象となるのが、まあ、先ほどの2000語の単語から、まあ、無作為に100個抽出したものになります。まあ、既存のリーダーは、まあ、その既存のリーダーとの全体のシステムと比較を行うために、まあ、既存のリーダーの場合は出力をタイプ1に限らず、まあ、タイプ2、タイプ3
まあ、全ての結果を今良しとしました。まあ、それぞれの結果を25個ずつを60人で評価するので、まあ、それぞれの、それぞれの結果の詳細読みについては15人が担当して、まあ、それぞれ評価します。まあ、提案手法については、まあ、第一段階でそれを見て、まあ、正解であったか、まあ、早期できて正解であったか不正解であったか、もしくは、まあ、早期できなかった、まあ、何も早期できなかったので第二段階まで見て、まあ、一つのものを早期できて、まあ、それが正解であった場合が A' ダッシュ、まあ、2段階まで見て、まあ、その早期でしたけども違う感じだった場合は B' ダッシュ、まあ、2段階まで聞いたけども、まあ、早期することができなかった場合は C となっております。まあ、既存のリーダーとしては、まあ、この 3つで判断してもらっています。まあ、曖昧性なく、まあ、一つの漢字を早期し、まあ、正解することができた、まあ、曖昧性なく一つの漢字を早期したが、まあ、それが間違っていた、まあ、もともと早期できなかった。で、まあ、その結果がこちらの表となっております。まあ、この表の結果から、まあ、第一段階までの実験結果は、まあ第一段階までではまあ 78.7% なんですが、まあ、第二段階まで聞くことによって、まあ、89.6% となって、まあ、既存のリーダーよりもまあ高い、まあ早期率を実現することができて、まあ、既存のリーダーよりも性能が高いということが言います。まあ、ここで、まあ、先ほどの、まあ、タイプ1に限ったもので言うと、まあ、両方の方法が、まあ、92.5% というふうに、まあ、これよりも高い結果が出ていたのですが、まあ、それよりも下がってしまった要因としては、まあ、ここではタイプ1で説明できる漢字以外の、まあ、タイプ2であったりタイプ3で説明した方が、まあ、より分かりやすかった単語も含まれているため、まあ、先ほどのタイプ1に限ったものよりも、まあ、性能が下がっているということが分かります。はい、また、まあ、漢字詳細読みの平均文字数を比較してみると、まあ、提案手法では、まあ、第2段階まで説明、まあ、表示することになるため、まあ、漢字の読み、まあ、その平均の文字数が第2段階までいくと、まあ、13.、まあ、約14文字というふうに、まあ、長くなってしまう、まあ、既存のものよりも長くなってしまうという結果になっているのですが、まあ、実際にはまあ第一段階で分かるっていう場合も多く、まあ、第一段階までで見てみると、まあ、既存のものよりも文字数が少なく説明できて、まあ、さらにそれが分かっているということが言えるので、まあ、ほとんどの場合は第一段階までで分かっていて、それでも分かんない場合は第二段階に聞くんだけども、まあ、それを鳴らすと、まあ、結果、まあ、既存のものよりは良い 性能、まあ、分かりやすいということが言えます。まずこちらが、まあ、その、左側が今回の提案システムの、まあ、出力例で、まあ、右側が、まあ、既存のものの出力例となっております。はい、まとめなんですけども、まあ、今回の提案手法では、まあ、漢字の親密度と、まあ、同音維持の情報を考慮することによって、まあ、テキストコーパスの中から、まあ、それらの情報を考慮して、まあ、漢字詳細読みの自動生成方法を提案しています。まあ、提案手法により、まあ、生成された、まあ、漢字詳細読みが、まあ、現在の既存のものよりも、まあ、性能が高い、まあ、分かりやすく、まあ、その表示する文字数も短くまとめられているということが分かります。まあ、今後の課題としてはこちらのものが挙げられていました。はい、以上で終わります。